こんにちは、イソップです。最近都内でめちゃくちゃ気になる占い屋さんを見つけました。どうしても気になるから行こうかなと思ったんですが、自分で行くのもなんか面白くないなと思って、後輩をはめてみようかなと思い、ドッキリ企画を立ち上げて、回転寿司屋さんなんですけど、いっぱい食べさせて、で喜んでどんどん食べると思うので、食べさせて残した時に機嫌が悪くなるっていうドッキリを仕掛けて、そんなご飯残してたら他のことないよって言って、第三者に見てもらいなさいっていうところで、無理やりガッと占い屋さんに連れていく流れに持っていこうかなと思ってます。 Are you listening? せーの、いただきまーす。いいお寿司醤油、今日はおごる。やば、今日おごる。いいっすか。テンション上がる。マジでこれマジ食えます。マジ、もういいよいいよ。それぞれ好きなネタを口に運ぶメンバーたち。しかし残せば占いに連れて行かれることを、この時2人は知る由もない。幸せな時間は着々と過ぎ、やがて時が訪れようとしていた。結構食ってん。いつもならおよそ10皿ほどで腹が膨れるところだが、その気にさせるトークで追い打ちをかける。もうブレイクダンスやっててさ、はい、ダンスで生活していくのってなかなか難しかったりするやん。しますね。それでもマジでどうやっていこうっていう、もうめっちゃ悩んでる時とかに、はい、もうなんか先輩が飯食わしてくれて、もめっちゃ染みてマジで泣きそうになったりとかして、なんかそういう思い出俺もあるんよね。あるやろ。ありますよね。だからやっぱなんかいろんな先輩おるけど、やっぱ俺の中ではもう飯食わしてくれる先輩っていうのに悪い人いないんよね。マジで食います。これが地獄の始まりだった。スナックいつも何食べるの？サーモンが好き。サーモンラー油、サーモン塩、サーモントロ炙り。さけちゃんいつも何食べるの？納豆。ありがとうございます。納豆味2本。これすっげーうまいんだよ。これうまいですよ。これうまいんだよ。すでに限界を超えた2人に襲いかかるネタの数々。先輩がおごる食事に対してありがとうしか言えない。何ちょっとホッとしてんの？怖いよね。結構なんか結構楽しいです、ね、お、来たよ。来た。醤油ラーメン締めには最高ですね。よし。
俺まだあるから爆弾ありがとうございます。これうまいんだよこれ。これだけちゃう。食べ応えがあるから。ね。そろそろ限界を見極めたイソップは鬼となり、そしてクライマックスが訪れる。あれもう腹いっぱい？そうっすね。もう結構だいぶ食ったね。まだある。ダメだろ。食べます。間に合わない。俺ほら最初にさ、飯食わしてくれる先輩貴重だって言ったやん。俺残すやつ嫌いなんだよね。これ納豆好きって言うんだからこれ。はい。これ食べる。食べます。限界やん。いや、いいってやっぱり俺だから出るから。すいません。ないよ。残すとか。スナックされたから。食べました。ないな。残すとか絶対ないよ。そうやって、はい、ご飯残してたらどうなるか占ってもらい。ろくなことないから。俺が言っても多分わからんのやと思う。やっぱちょっとボイスチェンジに違う人からあの耳に入れとタケちゃん分からへんもん、はい、占いましたね。こうしてタケちゃんを占うことが決定。初めて体験する占いに新しい扉を開くきっかけはあるのだろうか。不安を隠しきれないタケちゃんをまるで運命であるかのように呼び寄せる。そしてこの後、衝撃の出会いが訪れようとしていた。